皆さん、さゆチャンネルのさゆです。ね、パーマかけたんですけど、なんかパーマ、土曜日にかけに行ってね、とりあえず調べたんですよ。パーマかけてからどのくらい洗っちゃいけないのかなっていう、ちょっとね、今ちょっと疑問に思って動画ちょっと撮ってますね。土曜日にかけてきて、土曜日、日曜日で、今日月曜日 で動画でちょっとね、ドライかけたけど、なんかの、まあ傷んでるのもあるけども、なんか広がってる感じで、コテでこうやってくるくる巻いた方がいいよって、その癖をつけてくれるみたいな感じでかけてくれたんだけどもね、ちょっとこうかかってる感じはあるんだよね。なんか広がってる。まあもともとが私癖の毛だから、パサパサパサになっちゃったの。パサパサにね。これでも今ムースつけたりなんかしてちょっとしたんだけど、ちょっとこんな広がってる感じですよね。これで本当に固定をして癖がつきますよみたいな感じでやってくれたんだけどね、なんか結構広がっちゃってるね。ほらちょっとあるでしょ、ちょっとこう、ほらちょっとあるんだけど、これ明日の朝になったらどうなんだろう。で、今日ね、ちょっとね、開封動画もね、ちょっとしたかったんですね。ちょっと待ってくださいね。はい、こちらですね、こちら。これね、YouTube のお友達の、YouTuber であるね、枝ちゃんからね、ライトつけた方がいいよと、ということで、アマゾンからね買ってもらい、でこちらの方に送ってもらったんですよ、お金は払いましたよちょっとね、ちょっと汚く開けちゃうけども、ちょっと汚い感じで開けちゃうけど、ライト付きをちょっとね紹介したかったんですよ。でこれを変えてどんな感じになるのかちょっとやってみたかったんで、ちょっと動画やってますよ。取れないな、なかなか取れない。今日は編集なしでいきます、そのままで。アマゾンさん、なんかすごいことになってるわ。すごいね。ちょっとぐちゃぐちゃよ。ここにラップが書い、ラップにしたって。やばいことなってるわね。でこれをちょっとこっち置いて、ちょっとこっち置きましょう。でこれをまた切っていく。ハサミ。カッターがないんですね、うちカッターがないんで。カッターね、あればね、よかったけどね。ちょっとね、取っていきましょう。よくわからないですね。でこれがライト、なんか枝ちゃんがこれ使ってていいよという形で買って送ってもらいましたね。いやー、よくわからないわ私には。これもついて、でこれもついて、でこれもついて、説明書も何もないわね。紙、これ紙だけ。アマゾンさんから、ないわね。
何かしら、よくわからないものがいっぱいついてるわ。これでしょう。でこれでしょう。でこれでしょう。これでしょう。多分これに、多分これに広げるライトがここにある。ちょっとこれまたの動画にしましょうかね。よくわからない。多分これここつけるんだよ、きっと。きっとね、ここにこれ、ここにこれがあるから、ここにこうつける。ここにネジがあるんですよ、ここにネジ。多分これにここにつける。でここにこれをして、ここにこれがあるから、多分これはいろんなのをつけると思う。伊田ちゃんがね、携帯電話、私あの iPhone で撮ってるから、あのこのねカメラは多分 iPhone もくっつけられるって言ってたから、どうかこう設定があると思う。ちょっととりあえずライトつけたいから、ライトつけましょうかね。ライト、ライトつけた。つけてこれをスイッチがどっかあったはず。スイッチでここでオン。お、ついたついたついた。これはこれはこうしていくのね。これなんだろう。あ、色が変わる。あ、いいですね、いいですね。あ、ちょっとこれいいかもしれない、ライト。で、明るさがあるのね。あ、これは関係ない。あ、これが一番、ちょっと、シミが見えるわ。シミが見える。髪の毛もちょっとね、落としたかったのに。ちょっと変えましょう。あ、これが一番見やすいかもしれない。どうだろう。今度これに、今度これに変えますからね。いい感じ。なんかシミがよく見える。これが一番いいかも。まあいい感じ、いい感じ。こんな感じね。ちょっとよく、ちょっとこれにもね、ちょっとセットしたいんで、まあこれここ置いて、置いといてもいいけど、ちょっとね、猫ちゃんがいるからね、この線ね、線噛まれちゃうんで、ちょっとなんか補充しなきゃダメだよ、ここね、この線ね、この線、この線。ちょっと枝ちゃんありがとう。ここで俺言ってる。はい、こんな感じですね。はい、切りました。どう、どう、シミが見えるんだよね。どうだろう。髪の毛もね、結構傷んでるのね。これ見えるね。うん、傷んでるのがすごく見える。骨線見えるじゃない、だちゃん。骨線やったら見えなくなるんじゃないのって言って。うん、シミがよく見える。で、髪の質もよく見えると思わない。すごい傷んでるのね。はい、よし、 OK。 はい、今日の動画はこれで終わりにします。ライトをね、買いました。1699円かな。はい、買いました。はい、今日の動画が良かったらグッドボタン押してください。チャンネル登録もお願いします。じゃあねー、バイバーイ。ちょっと後でこう設定しないとね。ちょっと髪の毛傷んでるのにね、ちょっと失敗したかしらね。